これより第2クォーターに入ります。プレーナンバー2-1、城北高校、相手陣37ヤードからファーストアンテン。ランニバック46番ハンドオフから右オープン展開、ゲインは約2ヤード。プレーナンバー 2-2、城北高校、相手陣35ヤードからセカンドダウン8。パス不成功。クォーターバック15番プレイアクションからワイドレシーバー83番へのパスでしたが、このパスは通らず元の地点に戻ってサードダウン3回目の攻撃に変わります。プレイナンバー 2-3 広島城北、相手陣35ヤードからサードダウン8。クォーターバック15番左オープンへ自らキープ、ゲインはしておりますがフォースダウンに変わります。プレーナンバー 2-4 広島城北、相手陣31ヤードからフォースダウン4。再びクイックパント、このパントは総得陣15ヤード付近でアウトオブバーンズ、この時点で攻守交代となります。プレーナンバー 2-5 総督高校、自陣15ヤードからファーストアンテン。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールがバックマンに相手エリアに侵入しました。5ヤードバッタリ、したがってオフェンス5ヤード前進しファーストダウンやり直しです。プレーナンバー1の失礼プレーナンバー2-6総督高校、自陣20ヤードからファーストダウン5。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。今度はオフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスは揃ってスタートしなければいけません。5ヤードバッタリしファーストダウンやり直しです。プレーナンバー 2-7 総督、自陣15ヤードからファーストアンテン。クォーターバックス30番フェイクから右へのキープレー、しかしこれは城北がアジャストしノーゲイン、失礼、1ヤードのゲインに止めております。
プレーナンバー2の8、総徳自陣16ヤードからセカンドダウン9。クォーターバック30番オプションプレー、ピッチしたボールは外へ出ましたが出たところまで前進したとなります。プレーナンバー2の9、総徳自陣21ヤードからサーダウン4。ここでリバースプレーを展開しようとしましたが、これは城北高校がアジャスト。キャリアは23番、約2ヤードロス。プレーナンバー2の10、総徳自陣19ヤードからフォースダウン6。パントフォーメーションを選択します。パンター23番。城北リターン、イザナ19番、相手陣に入ったところでボールデッド。失礼、キャリア18番でした。攻守交代です。プレーナンバー2の11、城北高校ファーストダウン10。ボールオン相手陣48ヤード。城北高校ファーストダウン。クォーターバック上腕、ダイレクトスナップを受け、そのままシュート突破。ファーストダウン獲得です。プレーナンバー2の12、城北高校相手陣39ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック15番ランフェイクでワイドレシーバー83番へパス。しかしこのパスは通らず、セカンドダウンに変わります。プレーナンバー2の13、城北高校相手陣39ヤードからセカンドダウン10。パス不成功。再びターゲット83倍のパスでしたが、このパスも不成功です。サーブアンに変わります。プレーナンバー2の14、城北高校相手陣39ヤードからサードダウン10。谷枠46番オプションプレーのトスを受け左オープン展開。しかしファーストダウンには至っておりません。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。
プレーナンバー2の15広島城北相手陣36ヤードからフォースダウン7。プレーを選択する模様です。7ヤードゲインできないと攻守交代です。クイックパント、ここでパントしたボールを総督ジャッグルしましたが抑えております。総督自陣15ヤードからの攻撃と変わります。プレーナンバー2の16総督高校自陣15ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。左バック39番ハンドオフから左オープンを展開し大きく前進、ファーストダウンです。プレーナンバー2の17総統高校自陣35ヤードからファーストダウン10。ここでボールをファンブル。このファンブルをしたボールを押さえたのは広島城北、したがって攻守交代、ターンオーバー。プレーナンバー2の18広島城北相手陣32ヤードからファーストダウン10。前半残り時間は3分41秒。パス不成功。クォーターバック15番ここでロングパス、ターゲット18番、しかしこのパスはわずかに届かず、パス不成功、セカンダーに変わります。プレーナンバー2の19広島城北相手陣32ヤードからセカンダー運転。パス不成功。クォーターバック15番ランクフェイクでワイドレシーバー83番へのパス、しかしこのパスはタイミングが合わず、パス不成功でサードダウンに変わります。プレーナンバー2の20広島城北相手陣32ヤードからサードダウン10。クォーターバック10番オプションプレーからキープを試みましたが、これは総統高校がアジャストし約5ヤードのロス。プレーナンバー4の21城北フォースダウン15パントフォーメーションを選択。総督リターン39番、このリターンはよく総督陣25ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。
新部隊の総督です。ここで総督、前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。総督、前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2-22、総督自陣25ヤードからファーストダウン10。前半残り時間は2分30秒。スロットバック23番リバースプレーで左オープン展開しファーストダウン獲得です。プレーナンバー2-23、総督相手失礼自陣45ヤードからファーストダウン10。前半残り時間まもなく2分を切ります。パス不成功。クォーターバック30番ワイドレシーバー23番のパスでしたがオーバースロー、セカンダーに変わります。プレーナンバー2-24、総督自陣45ヤードからセカンダウン10。前半残り時間は1分51秒。ここでボールをファンブル。幸いこのボールは総督自ら押さえております。しかし約1ヤードロス。ここでホイッスル。総督、ここで前半2回目のタイムアウトを取りました。総督、前半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2-25、総督自陣44ヤードからサーダウン11。
ハニバック39番ハンドオフから左オープンを狙いましたが、これは上北がアジャストしノーゲイン、フォースダウンに変わります。プレーナンバー2の26、総督自陣44ヤードからフォースダウン11、パントフォーメーションを選択します。パンター23番。このパントをコントロールよく、広島城北陣13ヤード付近でボールデッド。ここで攻守交代です。プレーナンバー2の27、城北自陣13ヤードからファースト3点。前半残り時間は1分2秒。スロットバック18番、リバースプレーで左オープン展開。約6ヤードのゲイン。ここでホイッスル。広島城北、ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。広島城北前半1回目のタイムアウトを取りました。試合時間前半残り44秒。プレーナンバー2の28、広島城北自陣19ヤードからセカンドダウン4。中央へのランプレー、キャリア46番、ゲインは約4ヤード。ここでホイッスル。失礼、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー2の29、城北自陣23ヤードからファーストダウン10。クォーターバック15番、自らキープで中央突破、ゲインは約3ヤード。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、総督高校6点、
広島城北高校0点。ハーフタイムを挟みまして後半戦に移ります。